韓国女子スピードスケートの看板選手イサンファは簡単に作られたわけではない。今の華麗さの裏に家族らの犠牲があった。特に、アニーサンジュンは先にスケートグッズを脱ぎ、妹を応援した。イサンファと母キム・インスンさんは23日、カンウォンド・ぴょんちゃんのリュウツボリゾートで開かれた。 韓国 P&G ピョンチャン3級マム記者懇談会に参加した。イサンファは2018年ピョンチャン陶器五輪スピードスケート女子500メートルで銀メダルを獲得した。期待されていた金メダルには届かなかったが、イサンファはアジア選手初の女子500メートルで3大会連続のメダル獲得を果たした。また競技後、 金メダルに輝いた日本の小平奈緒と互いの健闘を称え合い、見る者を感動させた。この日のイベントでイサンファは、4年間準備した五輪を貴重な銀メダルで終えられてすっきりしている。金メダルを取らなければならないというプレッシャーに大変だったが、多くの国民が銀メダルに激励をくださり感謝したいと心境を明かした。 母キム・イン・スンさんは、この場まで来られたことが光栄だ。娘と一緒のこの瞬間を忘れないと述べた。続けて、この間の家族の犠牲を公開した。イサンファは兄に付き添って小学校1学年の時にスケートを始めた。そして、年上の選手を次々と抜かしながら、小学校大会を席巻した。 だが、危機もあった。1997年、家庭の暮らし向きが難しくなり、イサンファと兄はスケートを継続できなくなった。その時、キム・インスンさんの選択はイサンファだった。彼女は、周囲から息子が先にスケートを始めたのに、なぜ娘を支援するのかという言葉をよく言われた年、 あの頃から息子より娘の方が才能があるという思いがあったと当時を振り返った。また、当時は胸がとても痛かった。息子にまともな言葉をかけられなかった。息子もショックだったと思う。幸い、息子は成長するサンファを見て、気持ちを入れ替え、勉強も一生懸命頑張っていた。サンファに、 僕の分まで頑張らなければ。一生懸命になれないなら僕が黙っていないということもあった。サンファは兄の思いにいられたのだと説明した。さらに、サンファは4回の五輪に出場したが、今大会は特に感激した。大会前まで負傷も多く、応援もたくさん受けた。それだけ銀メダルが貴重だとしながら、 これからはサンファも自分の生活を楽しんでほしい。最後だと思っていたけど、あと一から二年続けたいと言っているのが複雑な心境だ。優秀の美を飾ってほしいと娘を応援した。イサンファは、四年ごとに五輪の準備をするのに鋭敏になっていたが、母はこれを皆勘案してくれた。カナダにいるカン。 電話でたくさん話し、母の愛を感じることができた。両親のおかげで成長した。親孝行して、いっそう正しく育っていきたいと語った。